皆さん、こんにちは。18歳で自らその命を絶った岡田由紀子さん。彼女の死は謎に包まれた部分が多く、現在でも多くの憶測がささやかれています。今回は岡田由紀子さんの死に酒井法子さんが関わっているという説についてお話しいたします。岡田由紀子さんは1986年4月8日お亡くなりになられました。岡田由紀子さんの全国コンサートの3日後だったそうです。岡田さんはその日自宅マンションで自らの手首を傷つけ、部屋の中にガスを充満させたとか。幸いなことに同じマンションの住人がガスの匂いに気づいて管理人に報告、警察とガス会社が駆けつけて大事にはならなかったと言われています。彼女は救出されたその時、押し入れの中で膝を抱えて涙していたということです。その後岡田由紀子さんは自宅マンション近くの北青山病院で手首の怪我を治療。幸いなことにそれほど大きな怪我ではなかったらしいので即日退院。その後所属していた事務所サンミュージックの四ツ谷オフィスに戻ったそうです。後にサンミュージックの名誉顧問となった当時の専務福田時生氏は、この時岡田由紀子さんを事務所へと連れて行った張本人。彼は事務所についてまず岡田由紀子さんを社長室へと連れて行ったそうです。その時岡田由紪子さんの周囲には付き人福田氏の2人しかいませんでした。彼女と親しい事務所スタッフ、当時の会長だった相沢氏は病院、マネージャーだった溝口氏は子どもの幼稚園の式など個人的な用事に追われて外出中。福田氏は彼女を社長室へと連れて行き、付き人と岡田由紪子さんの3人でいたとのことですね。しかし福田氏はその後電話を受けるために部屋を出ました。そして戻ってくると付き人さんだけが部屋に残っており、岡田由紀子さんの姿がありません。どうやら岡田由紀子さんは付き人に何も言わずふらりと部屋を出たそうです。付き人さんはトイレへ行ったものと思い、特に何も警戒していなかったんだとか。しかし一向に戻ってこないことに不信感を覚え、福田氏は必死で岡田さんの姿を探しました。探しに行った先は屋上。すると屋上には彼女が病院からそのまま持ってきてしまったスリッパが並んでいました。この後ゆっこシンドロームと言われた若者による岡田由紀子さんの後を追う行動が多発してしまったそうです。18世紀のドイツで若きウェルテルの悩みが出版された際に自殺者が激増したことで知られるようになったウェルテル効果と呼ばれる集団心理が岡田由紀子さんの自殺でも現れ、これに対しては国会の議論でも取り上げられるほどになりました。岡田由紀子さんの後を追うかのように飛び降りる方が、彼女の死後1週間で8名もいたということです。しかも約1ヶ月後に同じビルから飛び降りた人も、彼女の後を追った人数は約30人。後を追う目的だったかどうかは分かりませんが、この年の若者の自死は例年の平均より多く800件を超えていたと言われています。彼女がこんな行動をとってしまった理由は何だったのでしょうか。後に福田氏は岡田由紀子さんについてこう語っていたそうです。岡田由紀子が何に悩んでいたかは分かりません。ただ躁鬱の激しい子だった、つまりはハイになったりへこんだりという波が激しい多感な人だったということですね。もしかしたら何かの病気だったのかもしれませんが、現在とは違い当時はそういった病気の知識は一般的なものではなかったのかもしれません。後に岡田由紀子さんの日記なるものが出回っています。そこには驚くべきことが書かれていたそうです。事件の後一部報道でサンミュージック会長の相沢氏のコメントが掲載されました。それは以下のような内容。私が歯医者から事務所に行くとビルでは大騒ぎで人だかりができていた。彼女が亡くなっていたんです。その時私はこう思いました。岡田由紀子はガスや手首の怪我について私に叱られるのが怖くて、それで屋上からと。しかし彼女の日記風のノートが見つかり、それを読んで事の真相が分かりました。元専務の福田氏が言うには、2度目の屋上からの一件は騒動を起こしてとんでもないことをしてしまった、もう生きてはいけないと思い詰めてのものだろうと言ってました。ノートには何が書かれていたのでしょうか。そのノートによると岡田由紀子はある男性に好意を抱いていたというのです。
相手の男性は俳優の峯岸徹さん。峯岸徹さんは当時43歳、婚約者がいて、しかも子供がいたということです。岡田由紀子さんと峯岸徹さんはドラマ禁じられたマリコで共演した中、2人の年齢差は25歳。ノートには岡田由紀子が峯岸徹に対して好意を抱いており、それが嬉しかったが思いが届くはずがないと絶望して苦しんだ様が書かれていたとのことです。そのため彼女は鬱のような状態になってとんでもない選択をした。この峯岸徹さんとの関係が公になるのを恐れて自殺を図ったというのが最も広く言われてる自殺の原因です。ではここから岡田由紀子さんの死に坂井紀子さんが関わっている可能性についてお話しいたします。坂井紀子さんが岡田由紀子さんの死に関わっていると言われ始めたのは、とある番組で坂井紀子さんの背後に岡田由紀子さんが映っているという目撃情報が大量の視聴者から報告されたという心霊現象からでした。岡田由紀子さんの死後、このような心霊現象は実際数多く起こっていました。例えば岡田由紀子さんの遺体を撮影したカメラマン、彼は自分の好みの画角で遺体を撮影するために足で蹴飛ばして遺体の角度を変えたそうですが、岡田さんの死の1週間後に自宅で謎の死を遂げています。岡田さんが恨みを持ってそうな人間に心霊現象が発現したわけですが、これが坂井紀子さんにも現れたことで何か事件と関係があるのではないかと言われるようになったのです。坂井紀子さんは岡田由紀子さんの死の直後に日の目を浴びるようになるのですが、なんと坂井紀子さんも岡田さんと同じくサンミュージック所属であり、また坂井紀子さんを担当したマネージャーはその直前に岡田由紀子さんのマネージャーも担当していました。このマネージャーは溝口氏という人物。事務所関係者の話によると、溝口氏はタレントを囲い込みたがる性質だったようで心配されていたそうです。囲い込むとは肉体関係を求めるといった意味ではなく、自分とタレントの間に第三者を一切挟まずに自分の所有物のように扱うことを指すそうです。関係者の X さんは、坂井紀子も溝口氏の占有物になるのではないか、そうなったら坂井の天真爛漫な魅力がそがれてしまうかもしれないと心配したそう。ただその後坂井紀子さんは順調にヒットを飛ばしました。ノリピーの愛称で呼ばれ、マンモスラッキーなどの造語で話題になり、人気アイドルに昇格、紅白歌合戦にも出場し、歌手として中国進出も果たしました。93年には脚本家野島伸司との交際が発覚。記者会見を開いて熱愛を認め、野島のことをとても誠実な人ですと語りました。大丈夫かは杞憂に過ぎなかった様子でした。ところが2000年7月、またもサンミュージックを不幸が襲いました。溝口氏が事務所のトイレで首吊り自殺を遂げたのです。ベルトで首を吊りぐったりしているところを社員が発見、救急隊が駆けつけたが、すでに死亡していました。サンミュージックのビルでタレントが飛び降り、そのマネージャーが首を吊ったことになります。溝口氏が自ら命を絶った理由については様々な情報が流れましたが、タレントではないためいつしか報道は立ち消えになりました。当時世間や芸能記者でさえもよくわからないけど、岡田由紀子と同じようなメンタリティだったのかなくらいに考えていました。ただ気になることが1点ありました。人が自殺する場合、2つのパターンに分かれます。自己責任の時は山奥でひっそりと死に、恨みを抱いている時は人目につくところで派手に死ぬ。会社のトイレでの自殺は後者。自分の死を誰かに見せつけて死にたかったのではないでしょうか。その疑問を解消してくれたのが X さんで、意外な話を聞かせてくれました。溝口氏の自殺の原因は借金であり、その借金は坂井さんに関係しているといいます。溝口は坂井のマネジメントに専念するあまり、坂井にとって有力なブレーンの人物との麻雀にのめり込んだのです。言うなれば接待麻雀だから負けが込む、そのため借金をする、しまいには消費者金融にも手を出していたらしい。ニッチもサッチもいかなくなり、会社に救済を求めたが断られた、だから首を吊った、会社に裏切られたという恨みめいた思いがあったはずです。坂井紀子さんを自分だけのものにするために
彼女のブレーンに取り入ろうとした。そのために麻雀で接待し、結果的に借金苦に追い込まれた。これも囲い込みの一種と言えるでしょう。では酒井典子さんのバックにいた人間とはどのような人物なのか、これについては真相は明らかになっていませんが、暴力団関係者の可能性が非常に高いです。酒井典子さんは覚醒剤で逮捕されたことは有名ですが、この入所経路には間違いなく暴力団関係者が介入していることが明らかになっています。また酒井典子さんの父親、兄、2人どもが暴力団組員であることは意外に知られていませんが事実です。借金苦の末に溝口氏が死を選んだと言われていますが、酒井典子さんのバッグについていた暴力団関係者が殺したのではないかという見方もされています。この溝口氏の死によって岡田由紀子さんの死についても酒井典子さんサイドの暴力団が関係しているのではないかという説が浮かび上がったというわけです。岡田由紀子さん、酒井典子さんの2人が所属するサンミュージックの会長相沢秀貞氏は特定のタレントを贔屓しないよう心がけていましたが、岡田由紀子さんに限り会長室に彼女の写真を貼っていたといいます。彼は所属タレントの下積み時代、自宅に下宿させるのが習慣でした。岡田由紀子さんが部屋から出て一人暮らしを始める頃、入れ替わりで下宿を開始したのがデビュー前の酒井典子さんだったそう。岡田由紀子さんが引っ越して数日後、荷物を取りに来た彼女と酒井典子さんが対面。まだ無名の酒井典子さんが岡田由紀子さんにサインを求めたそうですが、岡田さんは仕事が混んでいたこともあってそっけなく対応し、サインを拒否したといいます。岡田由紀子さんはその3日後に亡くなっています。時期と酒井典子さんの背景を知ると、岡田さんの死に暴力団が関係しているという突拍子のない説もあながち否定はできません。果たして真相が明かされる日は来るのでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。